皆さん絶足してますか？突発米返し。解説の矢心エイリンです。皆さん白拡張してますか？助手の霊戦、うどんレイン、稲葉です。ということで、今回は突発米返しです。いきなりどうしたんですか？っていうか何の動画の米返しなんですか？そらおとといの、城と戦争、の動画よ。ああなるほど。だから私たち連投で出演なわけですね。それで、何か気になるコメントがあったんですか？ありました。まあ正確には気になるというか、前の動画で説明不足だった部分に関するコメントが複数あったので、ここで補足の説明をしておこうかと。なるほど。それで具体的には何についてですか？具体的には二つ。まず、日本にも上司、はあったんじゃね。そして二つ目は、日本にもドレイク船長はいたんじゃね、です。いや1個目はわかりますが2個目の、ドレイク船長、って何なんですか？奴隷です。ああなるほど、一般市民と同じ権利が保障されてない人のことですね。こういう言葉を連呼すると収益止められるかもしれないからね。実際前回の動画も運営様のチェックに4時間もかかったし、以前、略奪、という言葉をタイトルに入れて剥奪されたこともあった。っていうか前回の動画の単価半分以下になっとるやないかい。まあそれは月が変わったからだと思いますが。なのでこの動画では、ドレイク船長、ということでよろしくお願いします。あと、大阪で長期間籠城していた人たちのことは、ブックガンジー、って言いますので、合わせてご承知おきください。ということで、まずは一つ目について。日本にも上司はあったのではないかというご意見ですね。特に小田原、江戸、大阪、姫路あたりは上司だったのではないかと。これについては微妙だと思っています。微妙ということは、上司だったという見方もできるということでしょうか。そうですね。まず小田原については、大きな城壁でかなりの面積を囲っています。そしてその中には城下町と農村も含まれていたそうです。そういう意味だと城市ってことで問題なさそうですが。ええ、その認識は間違いではないと思います。ただ、小田原城は最初からそういった規模だったわけではなく、城主であった北条氏が上杉謙信や豊臣秀吉と戦うために何度も拡張工事を行っています。その結果として、城壁によって一般市民やその居住地が防護されました。でもそれってどう考えても北条氏のためですよね。ああなるほど、確かに市民の保護はついでの話というか、防御力を上げるために城の規模を大きくした結果、市民の居住地が城内に取り込まれた。市民のためではなく、あくまで北条氏という支配階級のための城なので、小田原城は、城市、ではないと。そういうことです。城市、と、ものすごく大きな城、って見分けがつきにくいんですよね。一般市民まで守ろうとすれば必ず城は大きくなりますし、支配階級のための城であっても、規模を大きくすれば市街地はいずれ取り込まれます。まあもしかすると区別する必要はないのかもしれませんが、しかし鵜主的には、一般市民の保護を目的として作られているかどうか、は重要だと思いますので、普通の城と城市は別と考えています。まあこれはあくまで鵜主の見解なので、異論が出ることについては否定しません。なるほど、よくわかりました。では江戸城についてはいかがでしょうか。内堀と外堀の間に町人用の区画があったようですが。カバーできてる部分が少なすぎます。まあこれは江戸城作った後に江戸の城下町が大きくなりすぎただけかもしれませんが。まあ江戸って100万人とかいたらしいですからね。江戸城もものすごい大きさだったんですが、それ以上に人口もすごいので。仮に江戸で戦争が起こったとして、城内に逃げ込めるのは上級武士だけでしょう。町人の居住区があったというのも、職人や商人がいなければ武士が困るからであって、町人を保護する目的ではなかったと思われます。まあ、使用人は近くにいないと困りますからね。遠くだと呼びに行くの面倒いし。そういえば江戸に農民はいなかったんですよね。こち亀でそういうシーンがありましたし、遠山の金さんに出てくるのもほとんど町民か役人だし。そうですね。当時の江戸の地理については、江戸の城下町というサイトを参考にさせてもらってますが、その中に農民の居住区は記載されていません。まあなんというか、江戸の城下町という名前が実態を表してますね。このサイトの URL は概要のところに貼っておくので、よろしければご覧ください。わかりやすくて非常にいいサイトです。ということで、城がその付近の住民の一部しか防護できないことを鑑みて、江戸城も、城市、ではなく、大きな要塞、だと考えます。まあ江戸の住民と武士と町民しかいない上に町民は城内居住なので、ここで言う、城に収容できない市民、は武士なんですけどね。細かい話ですが。まあその話はともかく、前回の動画において、城市、は、城の作り、ではなく、機能、による分類とご説明しています。これは戦争から一般市民を守る機能があるかどうかの話であって、城壁が全方位を防護しているかどうか、とか、城の大きさ、の問題ではないと考えています。たとえ城がどれだけ大きくても、その所有者及び関係者だけを守るのが目的であれば、大きさに関わらず、要塞、と考えます。まあもともと、異民族とかは市民自体を攻撃目標にするから全員城内で保護する必要がある。っていうのが城市の存在理由ですからね。いくらお城が大きくても。
その外に市民がいて保護しません。っていうんじゃ上司の機能を果たせないと。いや、江戸城は幕府の首脳がいてそこで政治とかやってるでしょ。って思う人もいますが、それは上司ではなく、宮殿の機能です。まあ平時に政治を行うのであれば別に軍事的な機能は必要ありませんからね。ここまでではまだピンとこない方がいるかもしれないので、我々現代人の例で言えば、皆さんがお住まいの自治体が、ものすごく大きな核シェルターを建造しているとします。シェルターの名前は、市民の城。核戦争の際に市民を保護するのが目的です。ものすごく大きいんですが、しかし残念ながら収容数に限りがあって、自治体の職員とその指定業者しか入れません。って言われたらどう思いますかって話ですね。そら市民の城やなくて公務員の城やないかい。ってなりますね。それとこれは前回動画の後半でご説明しましたが、日本国内の戦争において、非戦闘員が大量に殺傷されたという例はほとんどありません。まあ織田信長が少々発するしすぎた例はありますが。アーブックガンジーの方々に対してですね。そんなことはごく少数の例外です。戦国時代末っただ中でさえそういうことは少なかったのに、それが明らかに収まりつつある戦国時代末期とか江戸時代とかで、一般市民を保護しなければならないような戦いが起こると考えるものでしょうか。当然ですが、広範囲を防壁で囲むのにはものすごい労力が必要です。まあそんな無駄なことは普通しませんよね。住民のためでないなら、それを作った人間のためと考えるのが自然でしょう。つまり、豪華絢爛な天守閣も、総延長何十キロとかの防壁も、すべて支配階級である武士のためと考えるべきではないかと。そういえば、江戸城と大阪城は、各地の大名に工事を手伝わせて散財させるのが目的。って聞いたことありますねー。その目的で言えば、強大な防壁を作らせることには意味があったかもしれませんね。天守閣と内堀だけっていうよりもはるかに手間かかるでしょうから。まあそれだけが理由ってことはないでしょうけどね。実際大阪の陣ではものすごく役に立ってるし、講和の条件として、外堀を埋めること、が提示されてるぐらいですから。要塞としての機能は有事の際に極めて有効です。まあいろいろとご説明しましたが、じゃあ日本に、城市、はなかったということでしょうか。そうなんですが、ただ、大阪城と姫路城については区画の情報が見つからなかったので、もし視聴者の方で詳細がわかるサイトとか知ってる人がいらっしゃったらぜひ教えてください。ということでここまでご説明した城については、うぷ主的には、城市、ではないと考えています。個人の感想です。というか、そう構え、イコール、城市、であれば、日本の城は城市だらけになります。ウィキの、そう構え、のページに行けば50ぐらいの城が列挙されています。まあいわゆる、官豪集落、だって考えようでは、城市、ですからねー。日本の場合は農民と武士の境界は曖昧でしたからねー。農民といっても自衛のために武器は持ってるし堀も作る。郷土、みたいな圧倒的暴力が存在しないから村単位での防衛力でも自衛ができる。一箇所に集まって大きな城市を作る必要がないわけですね。それに同一民族同士の争いだから大きな存在も発生しにくい。だから、小さな総構え、がたくさんできて、大きな城市はできにくい。だけど戦国時代末期になると、豊臣秀吉とか徳川家康などの巨大勢力が出てきて大きな城を作る。そして彼らも、総構え、式の城を作るんですが、それは単純に城の防御力を上げるための工夫で、一般市民の保護を考えてのことではない。あくまで城主などの限られた人間を守るためのものである。つまり、大きな総構え、ができるけど、それは城主、とは異なる建造物である。ってところですかね。個人の感想です。ただ、実は該当しそうな例が2つあります。え、そうなんですか。なら前回説明すればよかったのに。まあそうなんですが、うぷ主自体も判断がつきかねたもので。具体的にはどことどこなんですか。大阪と堺です。大阪、その話はさっきやりましたけど。ブックガンジーさんの方です。ああ、なるほど。信徒の皆さんがもともと石山に大きな城郭を作ってたみたいなんですよね。まあ規模については正確にわかっていないみたいだけど、ウィキとかを見る限り豊臣秀吉の頃とあまり変わらないっぽいですね。そしてそんな巨大拠点に信徒を集めて総構えを行ってました。ここを信長の家臣筆頭の佐久間信盛が5年ぐらいかけて包囲するんですが、結局最後まで武力では解除させられませんでした。これはなかなかいい総構えですねー。ただ、信徒の大半がそこにいたのかというとそんなことはなくて、尼崎とか富田林とか枚方とか、大阪近辺にかなりの数の寺内町が展開されてて、それらの拠点は別に総構えとかになってないっぽいんですね。まあ当然ある程度の防御施設はあったでしょうが、しかし大阪のそれとは比較にならないぐらい小規模だったはずです。まあ大規模な防護設備の遺跡が見つかったって話は聞いたことありませんしねー。それにそもそも、信長さんだって、信徒を見つけ次第覇王昇降権を使わざるを得ないって言ってるわけじゃないんですよ。そもそも信長さんは信仰自体は禁止していません。信徒を使って国を乗っ取ったり政治に介入するのを禁止しているだけです。伊勢長島ではかなり発するしちゃってますが、これはあくまで戦争の一環であり、戦場にいた人に対する軍事活動ですから。ということは、別に大阪城に頼らなくても問題のない信徒が大量にいたことになります。
だとするとこれも、一般市民を守る、ためでなく、教師を防護する、のが目的の、大きな防御拠点、に分類されるべきではないかと思っている次第です。個人の感想です。ということで石山本願寺については以上。あー最後に言っちゃった。まあ4月は広告の単価も低いし、この動画一つぐらい収益派出されてもええやろ。ということでここで広告です。さてもう一つの候補である堺ですが、これも先ほどの石山本願寺と同様、特定の団体が城郭を作っています。堺の場合は商人ですね。貿易で儲けた金使って大きな防護壁を作ったわけです。堺市のウェブサイトに行くと、その遺構の写真が載ってますが、これが空から撮影したもので結構な大きさです。そうやって他者から干渉されないようにして自治を行ってたんですね。まあでも信長さんには何度かカツアゲされてるんですが、それは置いておいて、ウプ主的にはかなり上司っぽいと思ってます。なぜなら、商人、という共通点でまとまった人たちが作った自営用の防護施設なので、この中にどのような人たちがいたかは詳細な資料が見つかりませんでしたが、まあ商人とその関係者でしょう。ああなるほど、単一民族が集まって自営用に作った大陸の上司と同様だと。そうですね。まあでも、商人、という一部の人間のためだけの施設には違いないので、少々微妙なのと、あとこういう細かい話をやるとものすごく長くなりますので。そういえばこの動画もすでに10分を超えてますね。現時点で、このままだと前回の本編より長くなりますよ。下手したら。そうですね。だからこういう微妙で説明に時間がかかる問題は本編中では説明を省いてるわけですし、この問題についてはこれぐらいにしておきましょう。では二つ目の問題。日本にもドレイク船長はいたかという話ですね。まあいるかいないかって言えば相当いたのは間違いないでしょうね。森鴎外の、三将太夫、ってそういう人たちの話だし。ただし、戦争が理由でそうなった人は多くないと思います。なぜなら、自宅に戻ることが容易だから。本人がドレイク船長にされたことを納得していなければ、普通は脱走することを考えるでしょう。近隣同士の争いでその近隣の領内に拉致されただけなら、自宅までの距離はさほどないわず。月を見て逃げ出せば家まで帰るのは難しいことではないでしょう。また仮に遠方に連れて行かれたとしても、それが日本国内であれば徒歩で帰宅が可能です。実際、三将太夫では安寿も寿司王も脱走してますね。脱走に成功したのは寿司王だけですが。誰だってドレイク船長にはなりたくないでしょう。ですからそれを強制されたら必ず脱走することを考えるはず。まあ船でヨーロッパとかに連れて行かれたらアウトなんですけどね。そういえば上杉謙信の関東出兵は略奪ツアーだったという説もあるみたいですね。上杉謙信は青蘇の貿易で儲けていたそうですが、もしかしたら違う青蘇も販売してたってことでしょうか。それが戦争目的かどうかについては諸説あるのでここでは断定しませんが。まあでもよその領内に攻め込んでるわけだし、多少発するしてもおかしくないでしょう。しかしそれで関東の人口が激減したとかいう話は聞いたことはありません。なので通常の略奪の範疇の出来事ではないかと。少なくとも、占領した都市を丸ごと破壊してそこの住民全員を海外に出荷する、みたいなことが日本国内で行われたという話は聞いたことがありません。なお、こういった海外への人身売買はそれなりに行われていたようで、後に豊臣秀吉が禁止します。これがキリスト教禁止の一因になったという話もあるぐらいですから、やはり同胞を売り飛ばすような行為はある程度悪とみなされていたんでしょうね。まあ話が少々上杉謙信にそれましたが、日本にも船長はたくさんいらっしゃいました。ただし、戦争が原因でそうなった人は多くないと考えています。個人の感想です。あと、日本のドレイク船長の扱いはかなりソフトだったと思われます。皆さんは日本のドレイク船長が虐待されてるシーンとかイメージできますか？多分できないと思います。さっき例に出た、三将太夫、ぐらいじゃないですかね。ただこれも子供が劣悪な状況下で労働させられてるだけで、似たようなお仕事をされている人は現在の日本にも普通にいるわけです。でもこれがヨーロッパとかアメリカだとどうでしょうか？ウプ主が子供の頃に、ベン、ハー、っていう映画見たことあるんですが、主人公のチャールトン・ヘストンが奴隷にされて、ガレー船の漕ぎ手やらされているシーンは今でも覚えてます。逃亡防止用に船体から伸びる鎖で繋がれてるんですよね。それでローマの士官みたいなのが餅つきのキメみたいな棒で観光にあって、そのペース通りに漕がないと鞭でしばかれます。これ沈んだらどうなるんだろうと子供心に思ってたんですが、期待通りに船は沈没して漕ぎ手の皆さんは無事死亡。チャールトン・ヘストンはその時に士官が落とした鍵を拾って助かった、みたいな話なんですけど。やはり本場は一味も二味も違うってことでしょう。あとは、奴隷船、ですね。調べるなよ、絶対調べるなよ。まあそういうのと比較したら日本はまだまだです。それと、日本の場合は経済的な理由が多いんですよね。まあ統計取ったわけじゃありませんが。経済的っていうのはよく大岡越前とかで見る、おとっつぁんの借金の方、ですね。それで遊郭に売られそうになったところを大岡裁きで助けるみたいな。いやそこは借金をまず返せよ。あとは母親の病気を治すのに朝鮮の人参が必要なんだけど、
でも朝鮮の人参は高いから私遊郭で稼ぎますとか。これは大体小石川の養生所の竹脇無我が直してくれます。あとは父親の経営する両替商が潰れてデッキ暴行に出される。大体は番頭の悪巧みが原因で、この番頭を大岡越前が裁いて店は元に戻ります。なお、逆にデッキ上がりの番頭が店を乗っ取るために店主を殺そうとする、という派生パターンもあります。デッキってマードレイクさんみたいなもんなんですけど、それが店長になるとかあるんですね。とまあそういうわけで、日本の場合はかなりソフトな扱いをされていることが多かった、というのと、経済的な理由でそうなった場合が多く、本人もある程度納得している場合が多い、まして、どこかの地域の住民を丸ごとさらう、みたいなことはほぼなかった、ということになるかと思います。まあ経済的な理由で自由を大きく制限されることは現在でもあることです。それを考えれば日本の場合はかなりソフトだったということでしょう。という感じにうどん家がうまくまとめてくれたところで、今回はここまで。では孫子と三国志解説の動画作成に取り掛かりますか。それでは。